けど、恩田真由子ちゃん、これでも止めておこうか、ピッて。マジ今日も寒いわ。今日の天気は、今日火曜日、7度4度5度とかもう一桁ですね。雨は降らないと思います。雨は降らない。いやーマジで寒いわ。最近本当に寒波すごすぎて、本当氷河期。いやなんか氷河期が近々来るんちゃうかみたいな言われてるやんな。なんかこんなに寒くてさ、なんか氷で閉ざされてしまったさ、松とかさあるやん。なんか明日めっちゃ暖かいらしい。え、ほんまや。明日昼時やばいで、2桁いく。でも午前中とかは1桁や、普通に0度とか2度とか5度とか。まあ夜も若干2桁から1桁みたいな感じ。うわ明日マジで暖かいわ。14度やって、最高。14度、やば。すんごいな。だからさ、明日こそさ、もし。じゃあ昼に外出るでもってなったら、なんか服装めんどくさそうやな。昼は絶対暑いやろうし、でもまあ冬、夜はそれなりに寒いしみたいな。どうしようみたいな感じになっちゃうよね。めっちゃずり寄ってやんけど。えでだ、よいしょ。ずり落ちよる、ずり落ちよる。寒い、マジで。いや、ほんとにさ、髪の毛どうしよっかな。なんか最近ほんと下ろすだけとかが多すぎてさ、あれやったからさ、久しぶりに前髪作る。
前髪作るか。なんか前髪上げて、いつも下ろしてたんやけど、前髪上げて髪の毛くくるか迷うな。どうしようかな。止まらないあくびなんですけど、マジで。どうしよう、前髪上げていつもこういう感じで下ろしてたん、こういう感じに、こんな感じに下ろしててんけど、なんかさ、ブスやなーって思って、だからなんかくくろっかな。こうやって横毛は出すけど、こうやってなあ、こうやってあ、もうどうしたらいいか分からへんわ。どうしよっかな。なんかこうやって横毛だけ残して、こうやって横毛だけ残して、こうやってハーフアップとかにするか。前髪ないけど、こんな感じ。ハーフアップにするか、ハーフアップにしよっかな。ってちょっと思ってる。今日の髪型はどうですと思いますか？前髪上げてハーフアップっていうか、ハーフアップまでするとあれ、ゴーグルがつけられへんから、三つ編みして後ろで結ぶって感じにしようかな。まあ、ものは試しようやんな。それが似合わへんかったらもう今度からせえへんかったらいいだけやし、そうや、ものや試しようや。やってみんと分からんわ。あー、寒い。止まらないあくび。なんかさ、うちいつもさ、下でさ、画面切れてあくびしてるって思ってるんやけど、意外にいつもちゃんとしっかりあくび映ってるよな。画角関係分かってなさすぎて笑うんやけど、自分でも。いつもさ、こうやってさ、隠れてさ、寝てるつもりやねんけどさ、全然映ってるっていう。あれおかしいな。 あれおかしいな。隠れてやってるあれはずなんだけど。 隠れ、もう頭隠して尻隠さずの逆バージョンなんやけど、尻隠して頭隠さずになってもうてるがな。いやー、お恥ずかしいわ、ほんとにもう、嫌だな。そうよ。今日一日長いね。波動頑張ります。波動頑張ります。いい。波動、波動。ぜひあれよろしくお願いします。エナジー。エナジーをよろしくお願いします。マジでエナジーないと何もできんからさ。エナジーよろしく。いや、今日も寒いんかな。もう最近寒さに耐えられない、私最近寒さに耐えられない。予定ゆりなちゃん、お昼ご飯は何食べの？お昼ご飯はでも、もう昼やから、ゆなは菓子パンを食べてる。でもあっち行ったらお弁当
用意されてるから、そう、これも朝ごはんとして今菓子パン食べてて、あっち行ったらお弁当あるかなみたいな感じかな。今日寒いよ、だって。今日めっちゃ寒いよ、だって。最悪、終わったわ。終わった、どうしよう。マジ終わった。どうしよう、マジで。マジ。終わった、どうしよう。アウターに迷う。アウター迷うよ。もう究極のさ、もうファッションなんて気にしないぜっていうさ、ダウンでいくかさ、ちょっぴりおしゃれを気にしてるよみたいな感じでいくのか。マジでどうしよう。ヒートテックね。ヒートテックもワンチャンあり。わ、ヒートテック着てないわ、ゆうな、今日。しかも見て、今日の服装、なんとこちらがラッパになっております。ということは、ここめっちゃ風入ってきて寒いんですよ。で、私ラッパのね、こういう袖が大好きで、もうこういうラッパ袖の黒いニットね、4枚ぐらい持ってんの。4枚5枚ぐらい同じようなのばっか持ってる。これはちょっと首詰まってるけど、首が詰まってないやつとか持ってる。絶対寒いよね。わ、最悪や。ヒートテック着よう。なんかでもこれは結構気をつけないと、ご飯行く時とかは結構気をつけんと、こうやって物取る時にこの袖がね、結構邪魔されるから、可愛いねんけど、ご飯行く時はちょっと気をつけないといけないかも。ここが汚れてしまうし、そう、食材にもしついてしまった場合とか。どうしようかな。ちょっと完全防寒的な、もうファッション一切気にされないぜパターンのアウターでいくか、なんかそれこそちゃんと、一応ね、一応ちゃんとファッション的なんでいくか迷う。やばい、もうどうしようかなとかって言っとる間に、もうあと2分ほどで15分になるから、ショールーム終了して準備したら私はもう行かないといけないけど、ヒートテックを着ればいいんか。ヒートテック着よう。 ヒートテックを着て、マフラーもかぶる、帽子もかぶろう。マジでアウターだけ迷うわ。うち今日さ、全身真っ黒なんよ、服装。ほら、パンツとトップス、めっちゃ黒なん今日。なんかちゃうねん、今日もともと赤いボルドー色のロングスカートを履いてたん、タイトめな。あ、履いててんけど寒っと思って、なんかロングって言っても、まあ、なんていうの、このふくらはぎぐらいまでのやつをさ、なんか履いててんけど、寒いなと思って。しかも今ね、家出るタイミングはあったかい昼やけど、帰ってくる時間が遅いんですよ。ってなったら、これ寒いなと思って、ちょっとパンツに変えたので。そして全身真っ黒、昔、去年おととしとかめっちゃ遠慮たわ、私これ全身真っ黒コーデに。一時期ハマりすぎて全身真っ黒。あ、今日さ、これもさ、フレアになってるやん、ここ。うち今日パンツもフレアパンツなんやけど。いや、どんだけフレア好きやねん。そして帽子はこちら、この裏がモケモケなってる、この裏のモケモケが、これマジであったかい。これにしよう。帽子はこれや。ほんでマフラーも黒。いや、真っ黒や、また。真っ黒って言われちゃう。真っ黒黒すけと間違えられそう。こうやってやって。 黒すぎんか、マジで黒すぎんか。私大丈夫かな。まあでもこんな感じでいいか。寒いもんね。これにヒートテック着て、アウターはさすがにちょっと黒のまあ、あれやし、でも靴も黒にする予定やし、茶色のアウターにしようかな。白、
でもここまで来て白はちょっとやっぱり変やから。茶色の綿にしよっかな。いやでも今日リュックにしたんやって、ダサすぎるな このファッションでリュックってダサすぎるな。リュックやめようかな。リュック楽なんですけどね、なんかリュックがさ、本当にさ、ジャージには似合うんやけどさ、これちゃんとおしゃれした時にはね、似合わないんですよね、リュック。変えよう。ダサいわ リュックやめよう よし、じゃあちょっと詰め返せないかんから急がないと。15分経ったからそろそろ終了にします 魔法使いじゃないよ、魔法使いじゃないよ。ランキング、ランキング。13位、さきもりさん。12位、YKYK さん。11位、ナッティさん。10位、ヤングさん。9位、ワッフルさん。8位、おーちゃん。03組さん。7位、横よしさん。6位、もぼろしさん。5位、きみのみさん。4位、あきひこさん。3位、ちかいしーさん。2位、はるたろうさん。そして今日の第1位はしんどさんです。だけど今日は波動なので、皆さん波動のエナジーのチャージャーのやつね、ぜひ。バロメーター全然上がんなくなっちゃったから協力よろしくお願いします。というわけで、私はこの後ちょっとヒートテックを中に追加して、リュックから手提げに無荷物を移さないといけないということで、それじゃあ皆さんまた明日、バイバーイ。